フレンキー・デ・ヨングは、オランダ、南ホラント州アルケル出身のサッカー選手。FC バルセロナ所属。オランダ代表。ポジションはミッドフィールダー。ASV ・アーキルでサッカーを始めたデ・ヨングは、すでに6歳で才能の片鱗を発揮し、RKC ・ワールワイクが獲得オファーを出すも両親が時期尚早と判断しこれを断った。順調に成長し、 2005年にフェーエノールとか、ビレム通化の選択を迫られ、デヨング自身が快適に過ごせるクラブとして、ビレム2への加入を選んだ。早くから、ビレム2史上最高のタレントとみなされ、2013年8月1日に16歳で3年契約を結んだ。リザーブチームでプレーしていた2014から15、シーズンには、ウィンターブレイク中のトップチームのトレーニングキャンプにも、 参加した。2015年5月10日、エールディビジ、アドデンハーグ戦でトップチームデビューを果たした。即座に価値を示したデヨングには、アヤックスと PSV が関心を示し、デヨングはビレム2との残り1年となった契約の延長を拒否した。アヤックスがビレム2に多くの選手をレンタルしていたことも影響し、ビレム2はユースで10年間かけて育てた。 トップタレントに移籍金として、わずか一ユーロ、一年間はそのまま、ビレムツーにレンタルで残し、さらにアヤックスからルーカス・アンデルセンをレンタルさせる、ことで、アヤックス・アムステルダムと移籍合意し、二千十五年夏の移籍市場の間に四年契約を結んだ。それに対して、交渉過程で自分たちの取り分を求めていた、ビレムツーと共同地域ユースを持つ RKC が9万ユーロの、 遺跡金を要求して裁判に訴えようとしたが最終的に2016年9月28日に RKC が条件を受け入れてビレム2と合意に立った。アヤックス遺跡合意後のビレム2では監督のユルヘンストレペルが自分たちの選手を優先しデヨングにほとんどトップチームでの出場時間を与えなかったことで冬にアヤックスに戻りヨングアヤックスに加わった。 2016から17シーズンもヨングアヤックスでプレーし、エールステディビジのシーズン最優秀若手選手に選ばれている。トップチームに昇格した2017から18シーズン途中には、本来の中盤のポジションである MF からリベロにコンバートされ、チームの守備に安定感をもたらした。2019年1月23日、2019年7月1日に、 FC バルセロナに加入することが発表された。契約期間は5年間で、移籍金は7500万ユーロ、1100万ユーロのボーナス込みで、最大8600万ユーロ。そのうち、ビレム2に600万ユーロ上、RKC に約400万ユーロが分配されることが決まった。エール・ディビジの選手としては、史上最高額、オランダ人選手としては同じく、 ビレムツユース出身のフィルジェル・ファン・ダイクに続く史上2番目の高額遺跡となる。9月14日のリーガ・エスパニョーラ第4節、バレンシア CF 戦でリーガ・エスパニョーラ初得点を記録。2018年9月、ペルーとの親善試合にて A 代表デビュー。2019年9月7日、ユーロ2024戦のドイツ戦にて代表初ゴールを決めている。フィジカル面では、 他の選手に当たり負けしない強さを見せつけ、足元のボールテクニックでも圧倒的なプレス体制を持った上に視野の広さとパス精度を備え、中盤の中央すべてのポジションでプレーできる。象徴的なシーンとして UEFA チャンピオンズリーグ2018から19、ラウンド16のレアルマドリード戦でルカモドリッチを手玉に取ったスキルは各方面から称賛された。 2018年12月23日、エールディビジのシーズン前半戦後のインタビューで、自分のプレイの改善点を質問されたでヨングは、ミドルシュート、ロングパス、右足と左足、組み立てでもっと奥行きを見ること、フィニッシュの局面での貢献、もっと素早く、スルーパスを出す相手を探すこと、それ以外にも、まだまだたくさんある。とやつぎばやに改善点を挙げて話題になった。 フランス代表のアントワーヌ・グリーズマンは今まで退治してきた選手の中で一番の選手だったと評した。バルセロナでアシスタントコーチを務めた経験のあるヘンク・テンカテからはデコとシャビを掛け合わせたような選手であると評された。シャビ本人からはバルセロナに必要なタイプの選手と認められセルフィオブスケツに似ていると語られている。ありがとうございます。